清原翔吾、現役引退。NPB ドラフト会議で指名漏れした清原に対し、独立リーグなど9球団が慶大側にオファーをかけていたものの、この日朝、慶大の堀哲也監督、62、が各球団に断りの連絡を入れた。空白の高校時代はもったいなかったな。当たり前すぎる結果だな。めっちゃ賢明な判断。企業の CM に使われる未来が見える。辛さ知っている指導者になってくれ。そりゃ人生イージーモードだろうからな。独立リーグなんてば末で地道にやるわけない。ああ、せっかくの才能がプロには入る気あったのに指名しなかった12球団は本当アホだわ。なかなか時代野球をやってたらどれくらいの打者になったんだろうな。まあ本人もそこまで野球に未練ないんだろう。いっそのこと野球に携われる要球団職員としてどこかに引き取ってもらい。中学高校を野球から離れて大学で4番任せられるなんてすごいな。普通の男の子に戻りますと言ってバットを地面に置くのか。野球を選ぶより賢明な判断。慶応エスカレーターの人生捨てて冒険はできませんってか。まあ独立リーグなら行かないのが正解だよ。野球こじきになるようなもん。数年後はテレビ局でスポーツキャスターしてそう。ご視聴ありがとうございました。